それでは今日のライオンズとファイターズの一戦ハイライトで振り返っていきます。ファイターズ先発は浦野、このところは先発いいピッチングが続いていましたが、秋山が初球でした。初回、まあ今日のこのホームラン構成の幕開けという感じの一発でしたね。そうですよね、あの低めのボールをね打たれたらピッチャーもねたまらないですよね。秋山自身20本目の先頭打者ホームランは初球打ち、さらには3番の外崎も続いていきます。悪いボールではないんですけど、そうですね、この球もいい球なんですけどね。ここはライオンズが初回にホームラン2本でファイターズから2点を奪い取っていきます。まあこうなってくると川田がねファーム再調整の後、今日が2試合目の登板というところで、序盤は本当に川田もね一気に見せてましたんでね、本当に序盤ねすごいボールもストライクボールはっきりしなくて、はい、際どいとこ行ってたんでね、すごく今日はいいかなと思ったんですけどね。中田さらには石井からも三振を奪うというピッチング、いいところにボールも来てました。そしてライオンズは3回です。続いては5番の森友哉の第9号、今日の1本目という感じになりましたね。そうですね、結果的にはこれライナーで行きましたからね。5番の森友哉が3ゲームぶりのスタメンでしっかりと自慢のフルスイングで見せた、その直後中村剛也は4試合連続の20号、この辺りもね打った瞬間ですからね、まさにホームランアーティスト。これで浦野からするとそのホームラン4発を打たれて序盤3回で4対0という展開になりました。しかし昨日今日となかなかゲームバッターにはいきません。ノーアウト満塁の5回です。2番の太田のタイムリー、やはりこちらも好調です。そうですね、本当センター返しでね、それがいい結果に出てますよね。本当に状態のいい2番バッター太田のタイムリー、さらには犠牲フライで1点差とされて、その後2アウトランナー2塁1塁という展開です。バッターボックスは6番の石井、先ほどは三振でしたが今度は見事に持ってきましたね。そうですね、その前はもうレフト方向にね打ってたんですけどね、この時だけは思いっきり引っ張りましたね。2点タイムリー3ベース、これで4対5、ファイターズ逆転成功。ライオンズは先発川田がここで降板、さらにはワイルドピッチで1点を失ってこの回なんと6点。そしてここからでしたね、3回途中からの登板、ファイターズ2番手の北浦、ピッチング畑のところでしたが、今日2本目の森友哉。いやこれはね中村君みたいなホームランだったね、高かった、上がりましたね。ライトスタンドに今日2本目の今シーズン第10号、森友哉2打席連発です。ライオンズは7回から4番手の佐野がマウンドに上がりますが、2アウトランナー満塁、1番の西川のこの仕事でした。フォアボールの後もね初球だったんでね、もう少し慎重に投げてもらいたかったような気がしますけどね。これで5対8ファイターズが再びリードを広げます。そして7回からは5番手石川がマウンドに上がって、ワンアウト2塁1塁のチャンスを作ったんですが、このフォークが冴え渡りましたね。そうですね、本当にいいところをしてましたね。栗山からは空振りの三振、今日は好調の金子裕二のこの当たりはセンターでした。いい当たりだったんですけどね。石川のグラブの中、金子裕二も悔しそう。そして8回9回のファイターズが2点を追加して、最終9回は本当に鉄壁のクローザーの秋吉だったんですが、2アウトからなんとなんと森友哉、今日3本目。いやー3本ですからね、なかなか3本は打てないですよ1試合で。自身初の1試合ホームラン3本、今シーズン第11号、バックスクリーンに持っていきましたが、反撃もここまで10対6、ファイターズが連勝になっています。